本日紹介するのは、タレントの小島瑠璃子さん。生年月日は、1993年12月23日生まれ、身長が157センチ、千葉県出身です。小島瑠璃子さんは、2009年、第34回、ホリプロタレントスカウトキャラバンで、33,910人の中から、グランプリ受賞。同年10月、 ホリプロの大先輩、和田明子が司会を務める、アッコにお任せで、全国ネットのテレビ番組に初めて出演します。2013年1月、第21回、全日本高等学校、女子サッカー選手権大会のダイジェスト番組及び中継番組で、中山正史さんと共に、メインキャスターを担当、翌年以降の、大会でも、 単独でメインキャスターを務めています。また、2014年1月までは、第93回、全国高校ラグビー大会、ハイライト番組で、大畑大輔さんと共に、キャスターを担当、出演期間中は、大会に出場した高校や、手への取材にも携わっています。また、2015年には、4月から放送を開始した、サタデープラスで、 小坂一希さん、丸山隆平さんと共にメインキャスターを担当。また、2019年12月、グラジャパンワード2019検索部門賞を受賞します。その後、2021年6月に原康久さんとの破局が報じられた。2022年8月、中国での活動を見据え、翌2023年から、 同国の大学に留学することを明らかにした。また、7年間、MC を務めた、サタデープラスを、9月の放送をもって、卒業することを発表します。12月に、ラスト写真集、ルリオ、発売し、グラビアモデルとしての活動を卒業しました。今後、小島ルリコさんが活躍されるよう、応援していきたいですね。ご視聴ありがとうございました。 このチャンネルではグラビア、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。